朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議第13期第4回会議が6月29日、平壌のマースラ議事堂で行われました。会議に最高人民会議の代議員たちが参加しました。党と武力、政権機関、大衆団体、各省中央機関、科学、教育、文学芸術、保健医療、出版報道部門の人がオブザーバーとして参加しました。敬愛する金正恩元帥が幹部団に着きました。キム・ヨンナム、ファン・ジョンソ、パク・ポンジュ、チェ・リョンヘの各同志をはじめ、党と国家軍隊の幹部たちと、有党委員長、朝鮮民主主義人民共和国国防委員会、最高人民会議常任委員会のメンバーが幹部団に着きました。最高人民会議議長と副議長が議長席に着きました。チェ・テボク議長が開会の辞を述べました。会議で、朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議第13期第4回会議の議案として、第1に、朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法を修正補足することについて、第2に、敬愛する金正恩元帥を朝鮮民主主義人民共和国の周囲に高くいただくことについて、第3に、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会の構成について、第4に、朝鮮労働党が示した国家経済発展5カ年戦略を徹底的に実行することについて、第5に、朝鮮民主主義人民共和国祖国平和統一委員会の組織について、第6に、人事問題を決定しました。会議では第1議案が討議されました。朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法を修正補足することについての報告をヤン・ヒョンソプ代議員が行いました。第一議案に関する最高人民会議法令、朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法の修正補足案を承認することについてが採択されました。会議では第二議案が討議されました。敬愛する金正恩元帥を、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長に推挙する演説を、キム・ヨンナム代議員が行いました。キム代議員は、最高人民会議代議員の皆と、人民軍軍人、人民の一致した意志と願いを込めて、金正恩元帥を、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長に推挙することを、最高人民会議に丁寧に提案しました。金正恩元帥を、共和国の首位である、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長に推挙する提案は、代議員と参加者皆の絶大な支持を受けました。会議は、偉大な金日成金正恩主義の旗を高く掲げて、北東山で切り開かれた父の革命偉業を成功一路へと導く金正恩元帥が、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長に推挙されたことを厳かに宣言しました。会議では第三議案が討議されました。朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長の金正恩元帥の提案により、国務委員会副委員長にファン・ビョンソ、パク・ポンジュ、チェ・リョンヘの各代議員が、国務委員会委員にキム・ギナム、カク・ユンシク、リー・スヨン、リー・マンゴン、キム・ヨンチョル、キム・ウォンホン、チェ・ブイル、リー・ヨンホの各代議員が選出されました。会議では第4議案が討議されました。朝鮮労働党が示した国家経済発展5カ年戦略を徹底的に実行することについての報告を、パク・ポンジュ代議員が行いました。ついで発言者たちは、国家経済発展5カ年戦略は、社会主義経済建設の合法則的要求と現実的条件に即して、経済強国建設で大飛躍を起こすための科学的かつ革命的な戦略であり、社会主義強国建設の早道を示した設計図だとし、自給力第一主義の旗を高く掲げて、労働党が示した国家経済発展5カ年戦略の目標を必ず達成して、栄えある金正恩時代を、
社会主義強国建設の誇らしい勝利で輝かせる決意を表明しました。バウオン議案についての最高人民会議の法令、朝鮮労働党が示した国家経済発展5カ年戦略を徹底的に実行することについてが採択されました。会議では第5議案についての最高人民会議の決定、朝鮮民主主義人民共和国祖国平和統一委員会の組織についてが採択されました。会議では第6議案の人事問題が討議されました。チェテドク議長が閉会の辞を述べました。最高人民会議第13期第4回会議で敬愛する金正恩元帥を朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長に推挙しました。最高人民会議では最高人民会議の代議員皆と国中の人民軍軍人人民の一致した意志と願いを込めて、抜きんでた政治の実力と革命の実践で父の革命偉業を成功一路へと前進させ、偉大な金日成主席と金正恩総書記の尊い遺産である共和国を必勝不敗の政治思想の強国、軍事強国としてその異様を強く轟かせている金正恩元帥を朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長に推挙したことを内外に厳かに宣言しました。金正恩元帥を朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長に推挙したのは、共和国を永遠に金日成金正日同志の国家として発展させ、国と民族の尊厳と国力を世界にとどろかせ、北東山で切り開かれた父の革命偉業をあくまで継承し達成する上で歴史的な出来事となります。また偉大な金日成金正日主義の旗を高く掲げ、朝鮮革命を成功一路へと導いている元帥への人民軍軍人と人民皆の熱い敬慕と信頼の表れで、元帥の導きに従って社会主義運用の最後の勝利を早めるために励んでいる人民軍軍人と人民皆の揺るぎない信念と意志の表れです。6月23日と24日、金日成主席をしのぶエチオピア委員会とベナン全国委員会がアディスアベバとコトヌーで、金日成主席をしのぶ委員会がアンゴラとハンガリーでそれぞれ発足しました。各委員会は偉大な金日成主席の逝去を7月8日に際して主席をしのぶ集い、英語会、座談会など世界の自主会業に不滅の貢献をした偉大な金日成主席の革命業績を称える政治文化の催しを行うことにしました。6月23日、コンゴ民主共和国チチェ思想研究全国委員会が偉大な金日成主席の逝去22周年の解放特別号を出しました。解放は人民の父と題した文で、社会主義朝鮮の始祖である金日成主席は一国の指導者である前に人民の生活と運命を責任持つ偉大な父だったと書いています。偉大な金正恩総書記の朝鮮労働党中央委員会での活動開始52周年と、朝鮮の北と南の歴史的な6月15日共同宣言の発表16周年に際して、イギリス、ノルウェー、ナイジェリアで集会と図書写真展が行われました。会場に太陽のように明るく微笑む偉大な金日成主席と金正恩総書記の写真と、主席と総書記、敬愛する金正恩元帥の不滅の業績を見せる写真が掲げられていました。各催しに各界名士と市民多数が集いました。イギリスとノルウェーでの催しでは敬愛する金正恩元帥に送る手紙と伝聞が採択されました。